皆さんおはようございます。とりあえずね、朝を迎えることができました。で、ちょっとね、途中暑すぎて何回か起きちゃったんですけど、まあ寝るのに不自由は特にしなかったですね。で、寝床に関してなんですが、まあこんな感じでね、敷きパッドとマットを敷いて簡単な枕で寝床を作ったんですが、これはね特に不自由はなかったですね。まあむしろ寝やすいぐらいで、これで車中泊はできるんじゃないかな。で、あとはですね、サンシェードをつけてるんですが、ちょっとね後ろの方だけ、上の方がねやっぱどうしても取れてきちゃうみたいで、これちょっとなんとかしないといけないですね。だいたいそんな感じかな。あとはちょっと簡単に朝ごはん食べて撤収したいと思います。あとね、バッテリーの残量なんですが、90% からスタートして 78% ですね。で、夜中の間にこの扇風機をちょこちょこ回したりしてたぐらいなんですが、これがね、こういう風に結構な音がするんで、まあちょっとね、あまりにも暑い時だけ回してたんで、まあ正直そこまで使ってないですね。まあ携帯の充電だったりとか、このカメラの充電とかで使ったぐらいなんで。そして、今から朝ごはんを食べようかなと思うんですが、今日の朝ごはんはですね、もう質素に行きたいと思います。ブスカーチョコパンとコーヒーですね。それではちょっと朝食の方だけいただきたいと思います。一応こんな感じで片付け終わりました。シェードとかを片付ける時間を込みで、まあ10分15分ぐらいですかね。そこまで手間はかかってないです。で、一応ねこれでもう帰る準備ができたんで、もう撤収するだけなんですが、まあ、せっかくね和歌山県まで来たんで、ちょっとねこの清州の里を観光していこうと思います。観光するって言ったんですが、ちょっとね朝まだね7時20分ぐらいなんですよね。でまだ空いてないですね。まあちょっと歩いてみましょうか。今いてるのがちょうど駐車場のここですね。ちょっとぐるっと一周回ってみましょう。いや、いいですね和歌山の自然は。ここ和歌山県の朝日夕日百選に選ばれてるみたいですね。また機会があれば朝日か夕日見てみたいですね。で、案内掲示板によるとここが藤棚みたいですね。ただちょっと時期が違うんで藤の花は見れないですね。こちらのドーム状の建物はフラワーヒルミュージアムっていうみたいです。こちらでは、お昼ご飯を食べれたりとかバイキングがあるみたいですね。で、このね春林軒っていうところに行こうと思うんですけど、10時からで大人200円かかるみたいですね。ちょっとね空いてないんで、まあ真ん前まで行ってみましょうか。花岡清秀さんの銅像ですね。伊勢花岡清秀先生の像。
ここですね、春林県って読んだらいいのかな、合ってましたね、春林県ですね。春林県は花岡清舟が開いた住居兼病院医学塾みたいです。文化元年1804年、世界初の全身麻酔による乳がん手術の成功によって清舟の名声は広まり、全国各地から多くの患者や門人が集まりました。紀の川市旧長町では文化財保護事業の一環として発掘調査を行い、それに基づいて異性花岡清舟の業績とその思想を称え、後世に伝えるために母屋をはじめとする建物の修理復元を行いました。ということはこれは復元された建物ってことですね。一般の入場200円かかるみたいですね。うわ、入ってみたかったんだけどな。まあ次の機会に撮っておきましょう。というわけでまた駐車場まで戻ってきました。ちょっとね、さすがにやっぱ朝早すぎて観光はそこまでできないですね。まあ今回はねロケハンっていうことなんで、あんまりがっつり観光しちゃうと次和歌山に来る時の楽しみがなくなっちゃうんで、今回はこのぐらいにしとこうと思います。食事を取り終わって外に出てみたんですが、まあちらほら車がいるくらいですね。で結構ね、照明とかもあって明るいんで、車中泊する方にはおすすめのスポットじゃないかなと思います。で今日はね平日なんで、幸いにもこのようにガラガラの状態なんで、まあ止めるところにも困らないかな、そんな感じになってます。